後ろも同じなんですけど、はい、こんな感じの、はい、これは今売ってるけど、なんかこれは売ってるかな、ね、こうですね、はい、こんな感じ、凡人、うん、こういう感じになりますので、おお、かっこいい。出発進行。あ、動きました。音聞こえますかね。ちゃんとアナウンスしてくれます。発進、音もお願いします。もうなってます。あ、なってます本当ね、近くで見ると本当にこうリアル再現性が高いですよね。後ろがこんな感じ、なんかね感じです。こんな感じで前も後ろも同じなんですけど、ちょっと撮れます。ちょっとこのこっちドアないんですが、こっちだけはドアあります。前のところは自動で動きます。あ、そうだよね、うん、実際のモノレールは自動で運転してくれてますよね、うん、で、あと一番前の自動で運転してくれないやつもあります、はい、じゃあ出発します。なんか、曲がるときなんか、ちょっとこんな、ね、まっすぐの時なんかガタガタガタ、ちょびちょび見てます。ねガタガタで、こんな感じ。ねぇ、やっと結構かっこいいですよね。で、あと、水色とかではない、水色だけではないです。あとは、こことここの色がね、うん、小物だったら黄色とかイエローとか、うん、ピンクとかってありますよね、うん、あとプラレールではなんかミニョンはない、ミニョンな、トイストーリーとかモンスターズインク、そうだね、モンスターズインクもありますよね。なのでこれの本体のやつ、違うやつっていうのも出てるんだよね。なので、まあ、モノレールをこれとプラスあと他のモノレールも一緒に走らせるってこともできますよね。あとこの他に、あとさっき言ったニモとかのやつと、あと赤色のなんかモノレールみたいなモノレールのやつがのやつと、あとピンクとかのやつで、うん、なんかここになんかなってるやつが2個で、うん、色が違うのが6個ぐらいかな今日はね、こちらのリゾートラインをご紹介いたしました。どうですか、遊んでみて。楽しかったですよね。結構やっぱりね、いう再現性も高くて、まあ、プラレール好きにはまた一つこういう感じのプラレールも遊んでみてはね、いかがかなと思いますね。あとトメカとかの好きには、はい、こんな感じの、はい、こんな感じでね、まあ正気が結構その集めたトミカ、まあ、これディズニーシリーズのディズニーリゾートで売ってる、販売してるトミカを結構こう今ちょっと並べてみましたけども、こういったねディズニー商品っていうのもありますね。あとこのあねモノレールのやつもちゃんとこうやって出てますのでね、ちゃんとね、間も空いてます、ここね、真ん中のところ、うん、ここで、うん、ここあと電気式もちゃんと、うん、ついてますね、うん、じゃあでもしねこうトミカのちっちゃい方がいいよっていう子はこっちのモノレールね、ディズニーの方で選んでいただいて、やっぱり大きいのが欲しいよっていう方はこのプラレールね、で遊んでいただければなと思いますね。
じゃあ、ちゃんとここ立てるようになってるので、このプラレールの これと大きいやつを持ってる人は、これをこっちに置いて、ここで両方でも遊べるよっていうので、こうやって、はい、選んでいただければと。手でこうして、こうして、こうガチャッして、でこうやってガチャッて遊ぶこともできますよっていう感じですね、はい、あとちゃんと三条編成になれるようにちゃんと、うん、ね、これもつなげれるようにこれなってますのでね、例えば 2個とか買ったらつなげれるのかな、うん、うん、はい、できたね。あとこっち、これとこれもちょっと、はい、これは今売ってるけど、なんかこれは売ってるかな、売ってないか売ってるか。トミカはね、ここに収納ができるあのトラック、うん、ディズニーのトラックがこうやって入るやつですね、これ。これは本物で、本物はないです本物はない、本物、そうですね、本物、これは本物はないけど、こういったトラックもありますよってことですね、うん、このはいミニボックス、うん、はい、を入れて、それでこの見える方のディズニーモーターズっていう、これ蓋をこれ閉めると、これで収納もできるディズニーのトラックっていう感じですね、はい、で、あとこのね、これかわいいよね、はい、でも今はこの後ろとかがこうではあります、ちょっと四角い感じかな、なんかちょっとここは、ね、ディズニーのね、あのディズニーランドとかディズニーシーに行くと、こういうバス走ってるのをね見かけるかと思うんですけれども、こちらもこういったおもちゃね、ディズニーの方で出てますので、ね、うん、前乗ったね押してみて、こうとか、結構ね、あの乗った方は分かると思うんですけども、結構ミッキーがちゃんと到着だよとかね言ってくれるんだよね、着いた時はね。あと出発するかやつも、そうだね、出発する時はなんて言ったっけ、って言いますねなんでこうバスのもこれもディズニーの方で、よくね、これでディズニーランド作って遊んでるもんね、初期ね、これでね、これとこれと、ここがディズニーランドに乗れたからってね。はい、ということで、まあ、こういったディズニー商品が結構ね、まあ、トミカだったりとかプラレールで出てますので、まあ、もし気になった方は説明欄の方に貼っときますので、よかったら見てください。はい、ということで、まあ、今日はこういったディズニーのプラレール、リゾートラインのプラレールの他にちょっと初期の大好きな、ね、はい、初期の好きなディズニーのバスとトラックで、あとトミカをご紹介いたしました。あとホップコーンね、ホップコーンなんて、ポップコーンね、ポップコーンの、バケットね、バケットのやつ、うん、バケットのやつは1個2個あ3個持ってる、3個持ってる結構持ってますね正気のやつ2つ、ママの1個あれね、ありますね、はい、パパのはない、パパ持ってないです、はい、この動画が良かったよとか参考になったという方はグッドボタンお願いします。あとはチャンネル登録もお願いします。じゃあね、今日はこの辺にして、また次の動画でですね、お会いしましょう。それでは、バイバーイ。チャンネル登録してね。